ドクター小橋の健康講座、本日で第5回目となります。この番組は、元クヨリン大学大学院教授小橋文春ビル診療所院長の小橋先生と毎月1回健康に関するテーマについて分かりやすくお伝えしてまいりたいと思います。先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ですね、まず、番組をですね、スタートする前に、先生、実は私インフルエンザに実はかかってしまいまして。突然増えましたもんね。やっぱりそうなんでしょうか。先生が前回放送の時点で、これからもインフルエンザはもうどんどんその何でしょう、もう流行は収まらないよということを教えていただいた矢先だったのでかなり動揺したんですけれども、今そうですね、 A型に私はかかったんですけれども、実はこの番組でちょうど今放送 その裏でですね、頑張って採用していただいておりますある方も B 型にかかりまして、ね、身近にこれだけかかっている方がいるというのは、去年は結構 B 型もあったんですけど、はい、今年に入ってもう A 型がもう主流で、ところが久しぶりに B 型になりました。久しぶりに、はい、先生の診療所でも久しぶりに見たんです。久しぶりました。そうですか。先生、それでまだインフルエンザなんか収束していくのかなという気配もなんか見られなそうなんですけれども、すいません、私は A 型で、その方が B 型なんですけれども、その A 型にもまた種類があったり、またそれ以外にも、ね、AB 以外にもまた何か種類があったりというのを聞くんですが、そこをもう少し教えていただけますか。はい、じゃあイントロはインフルエンザで、はい、お願いします。インフルエンザは一応その型分類としては A 型、B 型、はい、C 型、肝炎じゃございませんけどA 型、B 型、C 型あるんです。 C 型もあるんですね。あるんです、少ないですけど。で、A 型っていうのに H の1から H の16まであるんですね。そんなに A 型にも幅があるんですか。はい、また N の1から N の9まである。この組み合わせで非常に A 型として、非常にいろいろとこう変化していきやすい。A 型とか、その A 型っていうのは A 型の中の A 型で、うん、で、またそこで H の1から16と。そうです、そうです。だから B 型はないんです。 C 型もないんです。あ、その A 型はない、うん、ただ B 型は B 型、そうなんです。で、B 型 C 型は人によっての人の感染のサイクルなんですね。ところが A 型はご存知のように、はい、宿主として人とか、はい、鶏とか、カモ類とか、まあ、鶴とかですね、あと馬、豚、まあ、いろんなものを宿主としてくるから、これからもひょっとするとあなたは増える可能性はありますね。あ、そうなんですか。うん、今本当に鳥インフルエンザの方がかなり、うん、まあ、怖いというかですね、うん、流行っていて九州地方の方でもかなり大変なダメージを受けているんですけれども、うん、それらのその何でしょう、インフルエンザウイルスの、まあ、脅威というかですね、そこの歴史的な背景とかもちょっと知りたいなと思うんですが、はい、まあ、鳥インフルエンザは非常に怖いんですけど、最初 H5N1 の始まりっていうのはですね、実は1997年の5月にですね、香港で肺炎で死亡された3歳児の男児から鳥インフルエンザウイルスが分離されたんですね。で、同年の11月12月2ヶ月なんですけど、同じウイルスに17人が感染した、はい、で、その18人の感染の17人感染して、はい、合計この亡くなられた方も入れて18人の中で6人が死亡していると。すごい確率で、すごい確率ですね。毒性がとても高い、はい、高いですね、うん、高病原性というんですけどね、その H5N1 というのは、まあ、今日本でも出ているのが実はそうですので。そうなんですか。はい、その当時香港島内で約140万羽ぐらいの、まあ、殺処分されたと。その鶏がほとんど、鶏かわいそうに、はい、鶏自身では非常にもうあっという間に蔓延してきますから。そうなんですか。はい、非常に怖いですね、うん、まあ、その
ことからパンデミックっていうことがね、うん、やっぱりやはり非常に恐れられてます。実はずいぶん昔からあるんですよ、そのインフルエンザというか風邪ということで、はい、でそれは歴史的から見ると、有名なのはスペイン風邪と言われるね、1918年、もうあの今から約100年前。そうですね、もうあの病院に収容しきれずにね、はい、うん、もう体育館なんかにベッドを入れて、はい、もう処理したという。まあ大体どれぐらい感染者があったと思われますか、世界で。世界中での感染となるともうかなりの数ですよね。ただ亡くなられた方も含めて。そうです、そうです、え、感染者でないと亡くなりませんから。そうですよね、はい、10万人とか6億人感染者が、6億人ですか。で2000万人は亡くなったとされて、まあ、あの、ある報告では実はもっと多くて5000万人も亡くなってないかというふうな、うん、当時は本当に大パニックの状態ですね。大パニックだったですね、うん、大パニックだったと思いますよ、まあ、そういうのがパンデミックとして一番怖がっているところで、まあ、そのスペイン風邪の後、はい、実は結構10年とかですね20年のサイクルでこう起こってくるんですが、まあ次にアジア風邪っていうのが、ね、出たんですね、はい、アジア風邪が1956年から、うん、まあ、流行始まって世界で約150万人以上が死亡しているとされている、うん、でなかなかはっきりと数字がね出るのは難しいんですけど、はい、でその後で1968年が香港風邪、うん、香港 A 型ですね。で、まあ、死亡者が少なくとも50万人以上は出てるんではないかと。なるほど。で1977年にソ連 A 型というソ連風邪があったんですけど、はい、ちょっとその、まあ、そういう統計が出てないということで、うん、お国柄というか、まあそうですね、うん、で H5N1 はもう1997年に出たものですから、もうつい最近ですね、はい、つい最近、まあ、ちょうど10年のサイクルですから、はい、しかも今問題点は単に、ここの国でどうのこうという問題ではない。やはり野鳥を、ね、見ていただくとお分かりのように、はい、もう地球レベルでの感染になってきますから、うん、そういうことですね、うん、だからやはり世界が協力し合って、対策しておかないと大変なことになると。そのパンデミックと言われるともう 大恐慌じゃないんですけれども、うん、もう世界中で蔓延するそのウイルスなんですが、うん、この分布ですね、その分布ですあ、こちらですか、大丈夫ですか、はい、あの、すみません、ちょっと今日まだ鼻声で聞こえづらいんですが、あ、分布これですか、あ、こちらです、はい、ごめんなさいいい、どっかに置いてあったと、はい、あっという間にもう全世界広がっていきますから、はい、あの去年ご記憶に あると思うんですけど、豚インフルエンザの、ね、新型なんか、はい、もうマスクがあちこちで売り切れてしまって、売り切れたとか、私もかなり買い込みました、誰かのせいだとかどこの国のせいだとか、まあ、そういう問題ではないですね、もうね、日本でも、まあ、あの空港でねあれだけサーモグラフィーででも実際に見てると熱がなくて入ってきてその後熱が出るとか、検査をしても実は陰性で大丈夫ですよ、インフルエンザありませんよって言ってて夜になって黒になって次の日行ったら出ましたということもありますからね。あとワクチンを打ちになっているとほとんど症状が軽いという場合もあります。そのワクチンはまだ打ってない方も周りには実はいたりするんですけれども、うん、まだこれからやはり流行は続くんでしょうか。そうですね、あの鳥インフルエンザのことも考えますとね、できたらお家になった方が本当は安心かなと。鳥インフルエンザにその効くというわけではないです。まだ変異を起こしどういう 病原体になってそれから作るワクチンというのはただそれでは遅いですから、まあ、とりあえずインフルエンザのワクチンを打って新型、今なら新型 A 型 B 型に効きますから、そして抗体を作っておくということが、まあ、重症にならなくても済むということにつながっていくと思いますね。一番の予防だということですね、はい、予防接種は一応打ってはいるんですけれども、なぜかかってしまったんだろうという人も周りにかなりいるんですけれども、うん、一つの要因というのはあるんでしょうか。 A 型だけ
ワクチンはすべて抗体があるんですか？ A 型、B 型、C 型、C 型も含めまして、去年の秋から新型も A 型も B 型も OK、 しかも1回で OK とはいうものですね、人によってやはり免疫力の弱い方とか、あるいは不摂生してるとか、あるいはワクチンを打ちになってダメですよ、宴会はって言ってるのに、その日宴会しちゃったとかね、まあ、いろんなケースがありますからね、だからもう打ったよし、かからないというわけではないんです。違うわけです、ね、ただ確実に症状は低くて、私たちもびっくりしたんですけど、6度台だと、まあ、去年なんかはね、もう8度以上になって、じゃあ検査しましょうということだったんですけど、はい、周りにいらっしゃると、で6度台だけど、まあ、家族がいるからやっときましょう、やっときたいと言われてやりましょうと言ったら出ちゃったということありますね。そうですね、うん、A 型と B 型一緒にかかるということもあるんでしょうか？稀にはありますね。稀には、なるほど。でついでに、ついでに、はい、実は密封して持ってきました。映りますでしょうか？あ、映りました。まあ、いろんな簡易検査法があるんですけど、これが ABC というんじゃなくて、 C はコントロールですね。この出てるね、この下に筋が出てますね。こう、ここに C、 要するに C がですね、今の A の下に線が、赤い線が出てる、うん、で C、 ごめんなさい、 C はまずコントロールが OK ですよということは、この検査がきちんとされてるということを示してますね。で、この A の下に赤で出てますね。ちょっとまあ見えにくいんですけれど、これが A 型のウイルスに感染しているということ、これが新型か、あるいは、何かというのは、もちろんこれだけでは簡易法ですから分かりません。ただもう A 型に感染してますよ。 B はこの下に、ね、青、ブルーで出るんですよね。なるほど、はい。そうすると、かかってない場合は、そのコントロールの C の下にだけ線が出て、そうです、はい、両方出ないということなんですね。そうです。このもう A 型の、はい、A 型間違いないという結果検査になったということですね、はい、そうするともう、うん、次の、ね、方よりもすぐに、抗インフルエンザ剤を使うということが大切ですね。で、熱をすぐに抑えることができる。そうですね、やっぱり早くお飲みになると確実に、まあ、改善も早いですから。その発症してというか、発覚してから何時間以内にその薬を飲みなさいというのは、その薬によって全く異なってくるんでしょうか？薬によってじゃなくて、ウイルスそのものはだいたい1日2日ぐらいでわーっと伸びて、あとまあちょっとプラトンになってということなんですので、その時に発熱も伴いますね。ただ必ずしもその典型的とは限らない、まあ、大丈夫だろうと思っても実は大丈夫はなかったということがありますから、まあ、疑わしい時はやっぱり検査をするということは大切ですね。なるほど。まだ検査をですね、検査ではないですね、まだインフルエンザの予防接種を受けていられない方がいらっしゃいましたら、遅くないのでぜひ接種を、お近くの病院で接種をしていただければと思います。もう一言いいですか？あ、お願いします。インフルエンザの伝染はごめんなさいね余計なので、まあ、飛沫感染といって、空中にこう浮遊しちゃう。そう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 。で、乾燥縮小した飛沫核というんですけど、はい、長時間も空気に漂っているものですから、満員電車でマスクなしにハクションとされると、電車一両全員かかります。全員が感染しちゃうぐらいなんですか？アクションされて嫌な顔されるとちょっとかわいそうですけれど、花粉症もありますから確かにだけど、まあ、それほど、感染力が、うん、まあ、高いということですね、うん、危険だということで。この時期はマスクをして、うん、もうすごい大人数いるところにもし出かけるときは、うん、その予防も含めてしてた方がいいということですか、ね。まあそうですね、うん、あとはやはり、日頃から体力を温存するということですかね。免疫力を高めておくということですね。だから不摂生するとやはりそのかかりやすくなるというのは当然のことだと思います。なるほど、よくわかりました、はい、もうかかってしまったんでもう怖いものなしだと思いますけどさてと大丈夫ですか？ごめんなさい、はい、いいえ。はい、では早速ですが、はい、前回ですね、はい、前回から引き続いてということで、はい、はい、先生、じゃあこちらの画面先生見てください。後ろ向くんですか？あ、いいですよ、はい、はい、引き続いて、血液についてで、前回はこちらの赤血球のところですね。前回は白血球、あ、ごめんなさい、白血球、はい、はい、白血球のところ
やりましたが、今回は、赤血球の部分をですね、さらに深く掘り下げていきたいと思っております。赤血球とあとは血小板について、先生にいろいろと教えていただきたいと思っております。で、赤血球ですが、赤血球数が減少する疾患として、もう貧血の病態整理ということで、今回は貧血について、はい、さらに掘り下げて、はい、はい、いきたいと思いますが、あれ、もう終わりですか。あれ、はい、ちょっと待ちください。今のもう一枚、はい、戻りますね、はい。まあ、赤血球が減少する、そうすると貧血になる。で、貧血が止血失ってなるのと、どっかで破壊が更新するということは、はい、毛内径化あるいは脾臓で古くなった赤血球を処理しますから、脾機能が更新して脾臓が腫れているということもあります。それから赤血球生成の材料不足として、実はアミノ酸、タンパク、葉酸、こういったものが不足している、栄養失調でも貧血になりますよ、うん。今度は最後には赤血球の生成過程の障害で、これはちょっと怖い病気ですけど、すね、慢性腫瘍、白血病、腎炎ですね、あるいはいろんなこう変形するような、可能な赤血球症というのがあります。はい、はい、ありがとうございます。講義じゃないですか、もうちょっと面白い話したらいいですね。いやいや、先生面白いですよ。なかなかここまで詳しく勉強できませんので。では、そもそもその赤血球なんですけれども、こちらの方がまずはですか。はい、結構です。ちょっとだけ失礼します。ちょっと小さいか。アップにすることというのはここの画面ではできないです。こちらの方がいいですか。こっち。ごめんなさい。すみません、覚えますね。あ、なかなか判断量だけがはっきり出てます。ここをずらせばいいか、もうちょっと上ですね、下になりました。もうよろしいでしょうか。はい、結構、来ました。結構、ああ、いいです、すごくいいですね。大体どこでもそうですけど、健康診断を受けると血液一般と尿検査と生化学検査っていうので出てきます、はい。で、この血液一般っていうのが、あまりこう、注目されないことが多いんですね、ついつい。ね、ところが、注目するのはほとんどが赤血球数が貧血ですねとか、白血球数が多い。ただ風邪をひいてる時にわざわざ健康診断を受けませんので、ほとんど赤血球数を見て、あるいは貧血だと。ただ貧血が数を補ってて、実際は1個の中の血色素量が少ない、ヘマトクリットが少ないで、それだけ鉄が酸素を運んでくれないで、貧血になってるんだけど、実は骨髄でそれはいけない、どんどん作ろうということで、ちょっと下を、すいません、こっちだ、いえ、こちらです、こっちだ、こちら、今さっきの、すいません、こちらでございます。その下でございます。ここだ。もっと下です。ここですね。はい。はい、この赤血球像って見るんですね。そうすると、実は中隔面板状の中で非常に大きいの、小さいの、あるいは多線性、濃いの、薄いの、奇形ということが出てるということは、赤血球が足らなくて骨髄で一生懸命作ろうとしてるからこういうのが出てますということになるんです。はい、で、逆顔。ただ、はい。はい、鉄の方です。はい、で、鉄欠乏性貧血というのを今日中心にやろうと思うんですが、鉄がやはり非常に大切で、ヘムとグロビンでね、酸素を運んでくれますから、だから貧血になると、息切れするとかね、なんかもございますでしょ。はい、それは1個の赤血球の酸素を運ぶ能力が低いから、だから1回のところ2回心臓が動かなきゃいけなくなる。なので呼吸も荒くなるし、ドキドキもすると。で、鉄を見ましょう。で、鉄を見るときに、実際の総鉄合能を見ましょう。それから、足らない不飽和の鉄欠乏能を見ましょうということ。大体鉄を今見れば、血清鉄を見れば、足らない貧血の中で鉄欠乏ですよっていうのは言えますね。なるほど、ね、
今回はこの血液一般検査のうちの今ちょうど緑でマーカーしている部分を特にあの中心に詳しくいきたいと思います。はい、はい、先生今の教えていただきますが教えていただきましたが通りあの赤血球というのの役割というのは体の中に酸素を運ぶ役割をしているというのが、うん、赤血球、はい、役割であるということで、はい、赤血球数 の, このまさにこの数ですね、赤血球の数、はい、こちらが不足していれば、うん、まあ、貧血での可能性が高いとか貧血であるという目安になるということになる と,、うん、とよろしいでしょうか。はい、はい、で、この数がまあ男性と女性でやはり違いがあるというのはやはりこれも、まあ、あの少しね、はい、少しだけ間違いがあるというね、はい、もう一つはあのその方の赤血球数が、まあ、多い場合この多血症っていうんですけどね、はい、そうじゃなくて遺伝的に実はお父さんもそうですお母さんもそうですという方いらっしゃるから一概にこれだけにはめ込んで、貧血ですよとかなんかいう場合が正しいとは限らない。またそこもそうなんですよ。もう平均値をきちんと把握することが大事であるということですね。まずはその一つの基準でその出してみようということで、まあ、あるところで高いのは H で低いのはローとついてますけどね、はい、ただそれをそのすぐ鵜呑みにしてというわけではないんですよね。その方がいや私は白血球はいつもこれぐらいですよとかあるいは赤血球はいつもそうなんですということがありますからそこですは病気にってつなぐわけにはいかない。で赤血球が減っているときにどういうタイプの貧血ですかっていったときにこのヘモグロビンとヘマトクリット値がいるんです。なるほど、はい、でその次 の, あのヘモグロビンというのが先ほどヘマとグロビンヘム鉄ですね、はい、鉄とグロビンで、まあ、くっつけてヘモグロビンと、うん、いうことで、血の赤い色、そうですね、赤い部分と考えられていいですね。はい、あの鉄だけで言うと、まあ、鉄のとこで言ってもいいんですけど、だいたい体内には3グラムから4グラムぐらいの鉄が存在してるんですね、はい、それで、まあ、赤血球は約120日の、まあ、生命を持っていて、で、まあ、使い終わった時に、毛内系の細胞で処理されるあるいは脾臓で壊される。でその時にもう一回ですね再び、ヘモグロビンがですね、骨髄の赤外球や毛赤血球におけるヘモグロビンに合成されて利用されるわけです。つまりリサイクルしてくれてるんですよ。体の中がリサイクルシステムとして、はい、非常にそういうのって、ね、まあ、あの生理を考えると、はい、びっくりするような、まあ、よくできてるなと。本当にそうですね、うん、そうですね、学ばなきゃいけない。やっぱりあのホメオスターシスですね。あ、かっこいいですねそうなんですね。で、あのヘマトクリット値の方ですが、はい、だからこれはねもうあのこれ出てまして、はい、それをどう分けるかっていうのを次の数式に入れてもうコンピューターで出して、出てきますからその次の表をちょっと見せて。次の表の方に行っちゃいますか。はい、そのヘマトクリット値のところだけ少し教えていただいてもいいですか。うん、あのそれは大きさなんですよ、赤血球の。ですからその次に大きさになるんですか。大きさなんです。だから大球性か正球性か小球性かということと今度はヘムの中で低色素性か正色素性か高色素性化っていうのを分類していってどういう貧血のタイプかっていうのを見ていくんですね。なるほど、はい、なのでその値がパーセントなわけですね。そうです、その溶石比ということ。そう、溶石比ですから、はい、これで比があの濃いとか薄いとかによって貧血なのか、うん、それともまあドロドロ値なのかというところで見るわけですね、うん、で先生の今おっしゃられてたその数式に当てはめてというところが、はい、ちょっと小さいんですけれどもこの平均赤血球溶石 MCB のところの MCB、ね、MCB のところの数式、はい、こちらの方になりますね。でこの辺はもうあの血液一般をしますとコンピューターで全部出てきますから、はい、それで、
あれ MCV が大きい高いっていうことは大気汚染かなっていうことを考えますし、大気汚染というところが、そうですそうです、次のページ、そうです、貧血の問題になるんですね、ところですね、はい、先生こちらよろしければ、あ、はい、はい、なかなか長くていいですね、はい、まあ今先ほど言いましたように、はい、分類として低色素性、性色素性、高色素性が大気汚染、性急性、小球性という感じでね、組み合わせるんですが、今も大球性の、うん、大きな貧血として、まあ、こうこうこうありますよ、特にここで気をつけなきゃいけない悪性貧血という ね、 悪性貧血ですね、うん、あとまあ細かいところはまた各論で話しますけど、まあ、悪性貧血はね、まあ、ビタミン B12 とか葉酸の取らない、ね、低下とかいうことになるんですが、あんまり日本人多くないんですよ、欧米人に多いんですね、うん、あ、日本人はそんなにその赤血球が大きくなる病気ってそうそうそう、あんまり少ないですね、少ない、はい、むしろこの性急性貧血の再生不良性貧血というのは日本人に結構多いんです、あ、そうなんですか、はい、でもあの今までの歴史というか遺伝のない、うん、まあそうでしょうね、いろいろと、うん、でしょうね、それからまあ一番最も貧血多いとされている小球性低色素性貧血の中で、はい、鉄欠乏性貧血ということですね、こちらですね、はい、鉄が不足している貧血ですか、はい、ということなんですね、鉄欠乏の食事をとっている、はい、あるいは鉄が吸収できない、あるいはどっかで出血している、うん、ね、あ、それから、はい、あ、どんどん鉄を要求しているというそういう中で、まあ、分類して何がそのベースなんだろうっていうのを見ていくんですね、なるほど、それがあの MCB のところ の、まあ、あの数値が高い、はい、高い場合と、まあ、低い場合とということで今の貧血のごめんなさい度合いをあの、まあ、確認することができるということですね、うん、先生、そのじゃあ次のこの真ん中の星印のところですね、いや、これはもうあの3つ合わせてですね、さっき の、 あの大きさとそれから低気象性溶石とでもう分類してしまうということで、ここにあんまりこだわらない方がいいと思います、なるほど、はい、でこれは数式ですから、これと合わないこともあるんですね、もう数式で見ると、だから、はい、必ずしもその一致してこない場合もあります、まあ、あのざっと見るアウトラインとして大切ですということですね、その貧血 の、まあ、の判断として、まあ、この項目もあの実はあのその数値が異常だよって出ると、まあ、貧血の可能性がとても高いよ、そうです、ね、ということの判断として見るということですね、はい、では、次にですね、その貧血検査のまた項目として先ほど上がりましたが、鉄ですね、血清鉄、はい、血清鉄ですね、もうまさにこう鉄イオンのところかなと思うのですけれども、はい、これが、まあ、どれだけ鉄がいりますかという中で、これだけしかありませんよ、まあ、引いた部分はこれが足りませんよとなるんですが、まあ、大体鉄を見ていただくと、まあ、50を切るとかね、40を切るとか、時にはもう一桁とかねいう場合もありますから、で結構あの自覚症としてずっと慢性の貧血なんならば、まあそうなんですよ、あの鉄欠乏性言われてるんですよって言われる方が結構ねいらっしゃって、えっと思うような、普通はもう鉄がそれだけ少ないと大変なんですけどね、でももうそれはずっと、うん、少ない状態がその方の、そうですね、だいたい体内に3グラムか4グラム鉄というのがありましてね、まあ、 あの男性では1ミリグラム1日十分ですね、だから女性は2ミリ倍ですね、倍ですね、女性の方がね、まあ、血が必要だという、うん、まあそうですね、あと妊婦とか、なりますと3ミリグラムはいる、3倍は必要ですよということですね、うん、それだけ逆に言うと摂取しなければいけないということになります、うん、摂取しなきゃいけないんですけれど、はい、摂取できないとね、どんなに摂取しても、
ダメですね。先生、それは接種できないというのは、鉄というのはどこで接種をするなんでしょうか、うんうん、どこですか、どこですか食べ物を食べますよね、鉄分に関する、ひじきであるとか、うん、ブロッコリーであるとかで、うん、大体胃ではないってことですね。そうすると胃では消化をして消化するとこですからね、消化するだけなんで、はい、そしたら腸になる、腸で腸ですですね、はい、で先生、はい、さりげなく言いましたけど、さりげなく言いましたけど、まあ、実はね、胃から次は小腸ですから、はい、で小腸は十二指腸、空腸、海腸、はい、小腸ってどれぐらい長さがご存知ですか。十二指腸っていうのは十二指ですから、だいたいまあ15センチぐらい、それを、あ、そう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 、そういうこと、そういうことですよ。あ、それも知りませんでした。そうですか、知りませんでした。あ、そうなんですか。6メートル以上あるんですよ、小腸。長く、はい、体の中に6メートルあるんですか。6メートルありますね。それはもう赤ちゃんから大人まで、え、まあまあ、だいたいパーセントはね、パーセントは一緒、はい、まあ赤ちゃんはもうちょっとそんな長くないんですよ。もうそのそれはパーセントで考えたらね、確かに6メートルは怒られますけど、平均して赤ちゃんがこんな大人なんではどうしようもないですから、はい、で6メートルで、あ、そんなに長いんですか、うん、だから皆さん大腸のことがすごく長いとか思わないでしょ、だいたい 1.5 メートルぐらいですもん、大腸。あ、全然短いんですね。小腸が大切なんですよ、すごく。小腸でいろんなものを吸収してくれる。例えば十二指腸に膵管もそこへ開口してる、はい、胆管も開口、ファータニュートってところにね、ですからそういうところへ、例えば生卵を食べると胆のうがギュッと収縮して、はい、胆汁が出てきて消化してくれると。お、うん、そうなんです。だからおえっとしてですね、もう胃のものがなくなった時に胆汁が出ることございますね。気持ち悪い、気持ち悪くなってどんどん吐いた時にね、だから小腸は非常に大切なところ。なるほど、うん、小腸のその太さというか大きさではどれくらいの太さなんですか。大腸は何ですか。まあまあ丸としてもうちょっと小さいですけどね、うん、だけど消化管というのは少しフレキシビリティがありますから、うん、で人によっても少し違いますから、うん、ただ大切なのは、小腸というところの機能が非常に大切だということは、ありがたいことに小腸のがんって少ないんです、うん、大腸がんの検査であるとか、ね、そうそう、メインはそちらです。胃がんとかね、確かに胃がんであるとか、うん、なぜ小腸にはがんが少ないんですか先生。大切だからじゃないですか。やっぱり防御してるんじゃないですかね。それだけ、うん、それだけ体の小腸あるんですよ、珍しいことにあるんだけど、小腸がんというのはもう危ないですもんね、すぐ、うんうん、ファータンニュートのところの辺のがん、つまり膵と膵臓の頭がちょっと重なってますからね、そういうところが浸潤してきたら非常にもう状態が悪くなります。いや、不思議なもんですよ本当に。なるほど、人間っていうのは守られてるんだなっていうふうに思いますね。で特に話をね、もともとして鉄は十二指腸ですね、特に十二指腸で、まあ、二価鉄が三価鉄になり胃でこなされてそれが来る。ところがこなされてないとか、うん、あるいは取りすぎとか、その鉄を取りすぎ、うん、取りすぎとかね、ただやっぱりキャパシティがありますからね、まああんまりどうですか、例えばレバ刺しをいっぱい食べちゃったとか、もう食べたからってじゃあそれで 10倍良いかと、レモン100個分だからそれ飲んだらレモン100個の効能あるというわけではなくある程度取ったらあとはもう全部流れちゃいますからね。あんまり無理なんでしょうか。まあ、足らないのを補うってことはいいですけど、トゥーマッチはね取りすぎはやはり、あまりよろしくないという、まあ、私はよろしくないかなと思う。やっぱりバランスなんですよ。なるほど、ね、バランスいい食事で。そうだ、バランスいい食事で、ね、日々取り続けることが大事だということです、ね、そう。それと、うん、まあ、最近ね話題になってやっぱりよく噛む、あ、はい、日本人はとにかく早食べ、かき込む、反省して、そばなんかもそのままつるつる、あれが喉越しを楽しむっていうのは、あまりよろしくないんですね。まあね、まあ、うん、美味しいんですけどね、うん、まあ、うまいのと消化に弱いのとはまた違いますから。違いますね、なるほど。そうなんです。納豆も実はよく噛んで食べていただいて、熱いツルツルっとこう、ほとんど消化されないで残っ
ってる場合が結構多いですね。あ、そうなんですか、うん、だから刻み納豆というのは理にかなってるし、それとやっぱりよく噛むっていうことが、はい、その老化を防ぐことにもなりますから。そうなんですか。そうです。満腹中枢に働いてダイエット効果にあるっていうイメージなんだったんですけど、それはよく噛んで時間をかけるっていうことも当然そうでしょうけどね。ただ、うん、やっぱり歯を大切にする、よくしっかり噛むと、で噛んでゆっくり時間をかけて食べるってことが胃にもいいし、胃によかったら次の十二指腸、空腸、海腸もやはりいい機能になるし、当然そういったものが流れていって、あとは水分の吸収だけにしても大腸も非常に良くなるしということでしょうね。なるほどね、うん、ついついなんか脱線してしまったん、はいはい、ですけれども、はい、あ、それだけその小腸が大事だよということで、それはもう鉄に限らずですね、小腸は非常に大切だということですね。なるほど、よくわかりました。じゃあですね、それだけあの貧血のその検査の項目、検査項目でまあ注意項目ですねについて触れましたが、はい、次は貧血の症状について、はい、はい、出たいと思います。貧血の症状でも1番から8番まで、まあ、大きく分けても、まあ、これだけはさまざま分かれている、はい、またその中でも、まあ、1番であれば、まあ、例えば顔が青いようであるとか、うん、皮膚の蒼白であるとか、あと爪にも出てくるんですね先生。まあ、貧血ですからやはり青白いというのは昔からやっぱり言われてますから、あと眼瞼結赤んべいした時にね、そこがあのもう真っ白であると、この内側が白くなるんでしょうか。そうです内側はもう血管がもう白くなっちゃってるとですね。あとやはり爪が崩れやすい、それから、はい、爪が反ってくるということで、まあ、有名なスプーンネイル、スプーン、ね、スプーンのネイルだというふうな名前が反ってるような。そうです、なるほど。それから貧血になると当然、うん、あの呼吸数が先ほどおっしゃったように、はい、ああなりますから、それだけ酸素を欲しているということの症状であるということですね。でよくあのそのこちらですね、循環器 の, その立ちくらみとか、うん、あとはまあ心臓の動悸であるとか、あとはやはり心臓でそれだけ酸素を供給するときに1回を2回出さなきゃいけないということで、当然心肌更新、動悸というのをつなげますから、それから脈拍も速くなる、はい、当然そういったときに、まあ、機能性雑音の中ですけど収縮雑音を聞こえるとかね、はい、だからあの音を聞いてあれ雑音があってたときに、貧血じゃありませんかって顔見ると色が、ね、白い方だとそういうことになりますし、それから当然そういうことを続けていると心臓も大きくなる、これが心拡大ですね。あ、スポーツ心臓というのは、はい、その心臓がまあ大きくなる、そうですね。で、こう爪との境目ございますよね、はい、でそういうところを押さえるとこう拍動がこう触れると、まあ、貧血という、ちょうど白いところとありますよね、こう押さえて、はい、こう色変わりますよね。それが動いてるとこういうふうに貧血の毛細血管の拍動があるというふうな一つの、うん、目安です、ね、目安です。押さえてるときにこの白いところが波打つんですか。そうです。押さえすぎるとダメですよ今真っ白になりそうになりました。最近なかなかね、まあ、ネイル、ね、塗ってらっしゃる方が多いから、はい、本当はあの病院に行くときは、まあ、できたらね、ビラビラのまつげとか触るとつけまつげ見えなくなるとか、爪も全然わからないとかね、最初から真っ黒けとかになりますからね、まあ本当は爪って非常に健康を見る大切なバロメーターですから、はい、気をつけたいと思います、はい。であとは神経症状として、まあ頭痛であるとか、まあめまい、まあ湿疹、耳鳴り、その他も筋力低下、さまざまなところでも症状が現れてきますね。湿疹であるとか耳鳴りであるとかっていうのは、まずですね、立ちくらみめまいっていうのはもう一番、まあ、特に女性がね、はい、おっしゃるような、もう何回かは経験されたことあるような、ふらっとこうするとかね、急に立ったりするとめまいがするであるとか、ところがめまいとか立ちくらみって貧血だけじゃないんですよ。で例えば
ます、うん、お越しになって、はい、非常にめまいがとかね立ちくらみがというときにまず一番に貧血を考えますけど、はい、まあそれだけじゃなくて耳から来るなんですね。耳から来る。耳には平衡感覚を使う三半規管ってあるんですよね、はい、土骨、アビミ骨、キムタ骨というねそういう、ね、三半規管の方のやはり問題点、それから鼓膜での内耳と外耳で その圧の問題とかそういった形で耳で来るまあめまいっていうのもあります、まあよくご存知のメニエル病と言われるね、聞いたことあります。内耳の効果で来るとメニエル病ですけど、はい、まあ、いろんなその、まあ、要因があるとメニエル症候群として一つの一括りにするという場合がありますね。そうすると、耳鳴り、難聴、めまいとこの3つを症状を合わせているのがメニエル症候群で、その原因として少し、まあ、更年期に入ったとかあるいは女性と疲れすぎているとかそういった時に突如としてなってくる。そういった時に難聴だけがひどくなると突難突発性難聴ということにもなりますし、原因そのものはそう簡単に言えるもんじゃないですが非常にストレスで自律神経のやっぱり障害が起きているってことはよくあることですね。あ、そうなんですか。一つになんか貧血の症状だと思いがちなんですけども、うん、実は耳から来ている、うん、そうそうそう、それがストレスから実は来てたりとか、うん、その要因が実は全くその、うん、全くというわけじゃないんですけどもちょっと違っているということは、うん、ああそういうことなんですね。耳だけじゃ目もあるんですよ。あ、そうなんですか。目もこの、まあ、今ではコンピューターを見すぎてるとか、はい、非常に眼精疲労から物が二重目とかかすむとかね、そういったことによってなんかこうめまいが起こってくると当然ありますね。あとまだまだあるんですよ聞いてみたいです。いですよ、はい、一番怖いのはそのめまいが、だんだん強くなるとか止まらないとかで、そういった時に、うん、まあ、手をねこう広げていただいて、はい、まっすぐですよね。何もありませんけどこうなってくるとこう震えてくると、何もしないで震えてくるんですか。もちろん何もしないでこう震えてくるといった場合ね、インテンショントレモール、キトシンセンっていうんですけど、うん、大脳基底核の問題点とか、はい、今後、まあ、年齢考えるとパーキンソンの問題とか、それから、まあ、めまいの中で小脳性のものですね。小脳で、はい、小脳の例えば腫瘍とか、うん、そういった場合でもめまいが来る。その時は良くなった悪くなったというよりもむしろなかなか改善しない。それと、まあ、こういうふうなキラキラ星でねさせるんですけど、アディアルコキネシスというんですけど、これができない、全く動作ができない、動作がもう、ね、できないとかね、皆さんもチカチカやってる、はい、それから指と指をね、指と指をこうしますよね。で指と人差し指をずっとこう近づけてください。はい、そうしますね。で開けますね、はい、でもう一回できますね。できます。はい、今度開けてください。目をつむってやってください。大体合いませんね。そのもうこうびっくりした、今ちょっと今ドキドキしちゃいましたでそれも全然合わないという、あ、全く持って合わない、はい、やっぱりそういったことも踏まえると小脳のことも当然考えなきゃ。それからまあ小脳の時には酔っ払い歩行とかね、もうなんか歩けない、はい、それから片足で立っていただいて、立てない。あ、はい、目開いてても全く立てない。右と左あって必ずどっちかに倒れるとかね、うん、必ず支えてなきゃいけませんから、何人かで支えなら、はい、手を片手でって言って、だからそういったその小脳の機能ってこともあるんですよ。なるほどね。深いんですよ。そのめまいっていう一つだけでもかなり深いですね。深いです。で、一番多いのは貧血と、もう一つあるんですね、はい、それはその前は早急動脈、後ろは椎骨動脈ってね、太い血管が脳の中に行って、特に椎骨動脈は脳底リングっていう頭の大切な循環を司ってるんですけど、それをこの椎骨動脈で、圧で支えてるんですね。で、圧は動脈ですから中膜平滑筋、内膜があって中膜平滑筋があって外膜があるんですね。それを司るのは血管運動神経、血管運動神経は自律神経、うん、だからふっと使えた時に、はい、ふっと緩んでスッと血液が降りて、
まあ、脳貧血と言われるのはその部分、貧血でもその脳貧血と言われるのはその部分ですね。そうすると貧血が元にあると脳貧血も起こしやすい。そうなんですか。そうなんです。だから朝ごはん食べずに満員電車でやっと間に合ったって言ったらもうふっとこう気持ち悪くなってうずくまっちゃうと。まあ、失礼です、転換発作みたいにバタンとはなりませんけど、もう本当にあーって崩れ落ちて、そう目の前で急に視界から人が消えたと思った瞬間、うん、そうです、それは椎骨動脈循環不全症候群って名前がつくんですね。歴史とした病名なんですね。病名なんですよね。あ、ただの立ちくらみとかでわけでないわけですね。まあ、症状は立ちくらみなんですけど、私もなんですけれども、うん、本当に歴史とした病名があって、そうなんです。だから非常にめまいとか立ちくらみっていうのは簡単に考えるのはちょっとね、ちょっとやっぱりしょっちゅう起こす、しょっちゅうそういうふうになるとなると、やはりまず日常生活を見直す、はい、朝ごはんを食べているか、あるいは疲れすぎてないか、ちゃんと睡眠が取れているか、この辺でしょうね。それが体質的には起こしやすい、もともとそれプラス低血圧だとなれば、それはもうやはりで自分がそうなんだと思えばやっぱりちょっと注意してね、あんまり満員電車にぎゅうぎゅう押し付けられてっていうと、それを起こす可能性がやっぱり強くなるから、その辺は、まあ、自分で防御していくってことが大切だと思いますね。貧血、その立ちくらみ、めまいっていうのが、うん、とてもなんか女性イコールなんか女性のなんかこう病気というか、なんか代名詞のようにか弱いなんかこう女性の代名詞になりますが、か弱いかどうか分かりませんけどでもいや、か弱くない方も最近たくさんいらっしゃいますから。ただやはり女性の場合はどうしても生理もありますから、止血するね、そういう頻度は多いですし、先ほど言いましたように男性よりも鉄はやっぱり食事で取らなきゃいけない。ただレバーだけはなくて、牛乳であるとか、牛乳にも鉄も含まれてますね。鉄もありますね、はい、それから小松菜、ほうれん草、そういったものもね、鉄の補給には欠かせないものだと思いますね。料理を作るときによく中華鍋で作ると鉄分を取りやすいって言うんですけれども、それも先生、まあいいんでしょうね。昔の鉄瓶、南部鉄が温暖化の時もそういうふうな、はい、効能がありましてね、やはりそういうので麦茶をこう機能でね、なんかしてたとか、だからやはり鉄というのは鉄をかじるってもしょうがないですけど結構そういったいろんな部分から鉄を吸収していくということは大切だと思いますね。大切だということなんですね、はい、なるほど。じゃあ先生、はい、ここの次ですね、この、まあ、消化器系の部分、はい、食欲不振、口角炎、はい、ここが避けるとかね、はい、この避けることの病名が口角炎ですね。口角炎ですね。ハンターの舌炎、これも悪性貧血で有名な舌炎ですから、下に炎症が起きるんですね、炎症起きちゃうというね、ただ消化器系が悪くて胃が悪くて、はい、で例えば今一番流行っているのはピロリ菌がねいますよと、はいはい、そういった場合にやはり息自身も脱アミノを起こしたアンモニア臭ですから、まあ、息も匂いが出ると臭くなると、そう当然舌も炎症を起こしやすくなるということはありますから、それだけですぐにその悪性貧血というわけではもちろんないですけどね、はい、むしろ、胃が悪くてそういう歯周病も伴ってとか、でも歯ももちろん悪くなりますから、だからよく噛んで食べる、食道も胃も大切にするということがここではやっぱり言えるでしょうね。貧血だけを見ないで。あ、なるほどね。あとは、まあ、泌尿器系、はい、まあ、これはあれですね、はいはい、でリンパ系であとはまあ代謝系ということは微熱が不思議でしょ、ですね、貧血もうやっぱり無月経になることがあるんですね。貧血ひどいと、もう血がもう流れ、もう脱落膜で流れないんですよね。だから全然生理がないというようなこともありますね。そういうことなんですか。もう不順以上にもう全くないということですね。不順もあり、そうないことある。それから、まあ、食欲もそうだし性欲もそうだし、そういう意欲がやっぱり失われていくということは、もう非常に大切なことですね。もうやる気が出ない、だからこの辺からうつになることがあるんです、だからやはり、日常生活の中でそういう貧血を放っておいたことによって、はい、どんどん何もやる気なくなってしまうという、
負のスパイラルというか悪循環で活力が全然もうみなぎらない、もうどん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 悪い方向に考えていって、そうでしょうね、やはり美味しいものを食べたいとかね、綺麗な人を見たらいいなと思うっていうのは、それは正常なことでですね、もう何も感じないと、食べたくないとなればやっぱりちょっとね、もっとメタブリックに頑張らなきゃいけない、ひょっとすると貧血が治れば、貧血も治ればもっと良いのかも分かりませんけどね。次行きましょう。そうですね、はい、そういろいろな本当にあの貧血の症状だけでも本当にさまざま、かつ、まあまあ見られるということで、はい、ということでございます。で次に、もう次よろしいですか。あのこのね、貧血性発熱は微熱が続いて、私いつも熱が7度ぐらいでって言われてて、どう見たってなんか原因が熱ということは、まあ何かの感染症とか何か考えて分からなくて、実は貧血がっていうことが結構ありましたね。貧血で顔色がなんか青白いイメージなんですけど、ずっと微熱が続いてるっていうのも、微熱が続くっていうよりも夕方になると上がるとかね、で非常にこう肥内変動が、で本人はやっぱり熱イコール非常にやっぱり疲れやすいし、なんでだろうなんだろうということで、ホルモンかなということを調べてもなかなか分からなくて、まあ、あの貧血を改善したら治りましたということね、ありますね。そうなんですか、はい、いろいろですね、はい、もう改善方法 も本当にその様々、もう個々の、そうですね、はい、個々によっても様々であるということですね。貧血の症状についても様々教えていただきました。次に、はい、そうそう、今日の最後のテーマです。そうです、最後のテーマですね、はい、赤血球の動画が終わりまして、最後に血小板、はい、ちょっと歪んでます。これで結構ですよ、はい、はい、はい、曲がってるかしら、あ大丈夫でございますよ。ちょっと、はい、ちょっと下切れちゃってるところがあるんですけれども、はい、はい、はい、そもそも血小板というのは血を固める役割である、そうです、ということですね、はい、従って減ると出血傾向になると、はい、なるほど、はい、その血小板が少なくなると、まあ、血が出やすくなるということですね、はい、その疾患として、まあ、こう項目でちょっと様々ありますということで、はい、ちょっとこの1番と2番歪んでますけど、はい、すいません、ちょっと今日テロップが歪んでまして、はい、申し訳ございません、はい、丸1番が突発性血小板の減少性紫斑病ということ でこの特発性血小板減少性紫斑病というだけじゃなくて、はい、その元に再生不良性貧血がありますよ、白血病がありますよ、白性貧血がありますよ、肝硬変ですよって、かなりシビアな状態でそういうものも併発してくるということですね。なるほど、でかなり重要、まあ、あの次に私言っちゃいますけど、はい、中毒性の血小板減少性紫斑病、つまり薬物中毒で、まあ、抗生剤、ある種の抗生剤、抗がん剤、あるいはジギタリス、抗生剤とこういったもので血小板が減って、それで出血傾向になって、せっかく治療しているのに血小板が少ないために DIC を起こしてダメになったこともあるんですね。だから非常にそのそういう、気をつけて見ていかなきゃいけない、難しいですね、そのバランスが、抗がん剤を使っているんだけれども、そう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 、結局このところは血小板自体がもう減ってしまうということで、まあ血小板というのもその骨髄をある程度抑制することによって、半血球減少が起こってくるから、どうしてもその血小板が機能も働かない、数も減っちゃうということなんでしょうね。なるほどね。で、先生、はい、丸三番がとても、はい、血栓 性血小板減少性、まあ、実際にはそう多くないですけど、溶血性貧血に合併すると DIC というもうあっちこちからも出血してくる、消化管からもにじみ出るように出血してくる、体中の至るところの血管からもう血が出てくる、ね、はい、一番この極めて重篤な症状であるということですね、はい、すいません、ここが切れてしまいました、ね、はい、いいですよ、次参りましょう、はい、じゃあ最後ですね、はい、で血小板のこちらはもう気質的異常による、はい、出血性疾患ということで、だから少ないだけが出血傾向じゃなくて、血小板のもう能力ないですよ、はい、そのもの自体が、そうそう、血小板無力症というですね、そういったものの中に骨髄腫というものですね、怖いよ、怖い、ね、肝硬変だとか、マクログリン血症とか、まあ、非常に怖い病気で、血小板自身の機能が悪くなるとか、ね、悪くなるということですね、はい、で逆に今度は血小板が今度増えてしまう、増えすぎちゃう、増えすぎちゃう、
増えすぎるということは逆にすぐ固まっちゃう、うん、そう固まっちゃうということはドロドロになるんですけど、まあ、それよりもむしろ新生多血症といって血、はい、赤血球も多い、それから血小板も多いということですね。おっしゃった血栓が非常にできやすい状態になる、うん、それから慢性骨髄性白血病などの時にも、うんうん、パッと血小板が増えちゃって逆に増えてっていうこともありますね、うん、それもまたその怖いですね。いろんなことがあるんですね。で今度は、血小板の血質異常によって出血性疾患、つまりちょっと、まあはい、上 と, ちょっと、まあ、これは本当は凝固因子の問題ですね、うんうん、つまり出血ということで実は血小板の問題か、はい、このテロップがちょっとですね、うん、もう一回まとめて言います。血小板が、少ないから出血する、あるいは血小板の力がないから機能が悪いから出血する、それから血小板が逆に増加しても出血しますよと、うん、それから出血する原因としてつまり、固まらないというので凝固因子もありますよということですね、はい、それで、うん、まあ、第8因子の血流 A とか、うん、まあ、第9因子の血流 B とかですね、うん、そういったものが活性が低下してこれはもう血流病として、まあ、そう多くありませんけどそういったものがあります。なるほど、はい、ちょっと血小板駆け足になってしまいましたが、はい、次あります。次がですね、はい、終わりました終わりました、はい、じゃあ血小板でですね大切なことをちょっと言ってみますけれど、はい、お願いします。血小板がだいたい10万切ってくるとやはり出血傾向になってきて、はい、5万を切ると本当に例えば口を吸ってパッてやっただけでもう歯肉出血と起こってきますし、はい、もうただ唾を出しただけです、唾を出しただけでもね、それでやはり非常に怖い状態だと、うん、で今逆に血小板が悪者ばっかりになってますけど、血小板は怪我した時に血平として血液を止めてくれますよと、はい、でそれが実は血栓の元なんですね。その固まるその要因が逆にそれを血栓を作りやすくする。そうですから今は脳梗塞が非常に多いですから、はい、だから血小板の凝集を抑制させるようなものがないだろうかということで、うん、バッファリンとかですね、はい、そういったものが、はい、頭が痛い時に、そうそう使うお薬ですね、アセチルサルチル酸が実は血小板の凝集を抑制するんだということが分かって、まあ、バッファリンを飲んでですね、そういう血液サラサラという形でお薬が今予防で出てるわけですね。そうなんですか。なんか本当に頭痛であるとか風邪の初期の症状の時に、うん、なんか飲む薬のようなイメージだったんですけれども、血液をサラサラにする効果もそうです、ね、見られるんですね。ただ使い方ですから、うん、まあ、サラサラはいいけれど、うん、血圧のコントロールも十分してからいかないし、うん、それから血小板の少ない人に、はい、そういうみやみや使うのはやっぱりあまり良くない。あ、もともと少ない体質の方がそれを処方することによってさらに血が流れやすくなるので、そうそうそうということはもう出血を起こす可能性も出てくるわけですね。それもまた怖いですね。怖いですね。やはり出血で天井出血とかね、どっか打ってないのにこう紫斑紫の斑と書いて あざではなくて、そうそうそう、できやすい方ってことですね。血腫はね、で特に有名なのは、はい、まあ、中高年の女性で寝てて起きたら足のその膝の裏がね真っ黒で出血したと。寝てる時にですか。寝てる時にね、別にぶっぶったとなんかなくて、ね、寝相が悪いってわけではないってことですか。寝相も悪いでしょうけどね、でも直接ぶったっていうわけなくてね、でそれをね、欧米で多いんですよ。そうなんですか、うん、欧米の女性で、はい、これどうぞ、この後ろにありますけど、はい、ごめんなさい、はい、そこです、はい、いいですよ。じゃあ話しておきますとデビルピンチと言われてて、朝起きた時に本当にそのすごい出血斑ができるということで欧米の女性に多くてですね、悪魔の爪痕っていう名前がついてるんですよ。またそれもおしゃれな名前をつけますけど、まあ、おしゃれじゃないですけど、特に欧米の方はですね、足は細くて綺麗ですけど非常に静脈瘤ができやすいし、出血を起こしやすいということがありますからね。そうなんですか、うん、日本の女性の足の方がなんかちょっとまあ太くてしっかりしているけれども綺麗ですね。でそれは私が綺麗だと言っているのではなくて、はい、外人が日本人の足は大根足だけど綺麗だ、なんて美しいんだろうと言ったということを、以前教授から聞きました、はい、ごめんなさい、
最後にすいません余計な話ばっかりして最後にですね、まあ、検査額ですから血小板が大体20万から、まあ、40万ぐらいでね大体結構幅があるんですけれど実際に健康診断を受けたら5万しかないですよとかね、うん、そういう人いらっしゃるんですよ全然平気ですよと異常に少ない数字です異常に少ない数字血いっぱい出ちゃうんじゃないですかっていういやそれ出ないですなんです私全然元気ですっていうなんですすごい不思議な方がいらっしゃる全然不思議ないですけどねそれは それはね検査するときに、はい、その抗凝固剤使うんですよそうしないと、まあ、そういうカウントできませんからそうするとその抗凝固剤特に EDTA というですね、はい、抗凝固剤によるこの凝集ができちゃう、うん、だから、まあ、正確な名前で言うと EDTA ディペンデント依存性血小板凝集症ってそれはその数値としてなんで数値として変だけどやはりあ失礼ですけどそうですよ EDTA の依存性のトロンボサイトペニア血小板減少症ですよと、うん、今度採血の時にヘパリンで採血するとかね別のやり方をやって、うん、使わなきゃいけないだからデータだけでとは思わないでなるほど、はい、それをやっぱりお気をつけになった方がいいですねなるほどねいろいろとまたいえいえどういたしましてでは最後にですねまとめ、はい、まとめで前回と今回で血液について血液研究血小板といきましたがまた、はい、復習をはいこっちですねはいしたいと思いますだから今回やったのは血液一般検査ですね、はい、でそれで赤血球白血球、まあ、血小板、まあ、あとはねいろんなことが出るとしてもそれを見て単に多い少ないだけじゃなくて裏には結構その大きな問題が控えているということ、はい、それと下には尿検査それから性格検査、はい、そういったものをそのやはりきちんと対比して見ていくと、はい、それと最後にやはりその方の基準っていうのを大切にしていただくと単にまあ平均でこうこうもう A と上がったら低い A と落ちたら低い H と上がったら高いっていうことだけじゃなくて場合によってはうんまあ場合になってもそう怖くないのもあるし場合によっては1割上がったら大変なこともあるしというそういう中でねやはりきちんと健康診断を受けていただいて受けただけじゃなくてそれを大切に、はい保管をしてそれを有用していただくということが健康に、維持する大切な役割だと思っておりますあ、はい、よくわかりましたコレステロール値だけを気にするだけではなくて、はい、様々な検査項目をきちんと本当定期的にそうですね、まず検査を受けるということ、はい、あと自分の数値を把握することというのがとても大事だということがよくわかりました、はい、では先生今日はすごいです先生ジャストですああそうですかジャストとオーバーしましたけれども、はい、では次回なんですけれどもじゃあ脂質で、はい、今おっしゃった、はい、コレステロール、はい、脂質の部分について、はい、次回は先生にいろいろとまた分かりやすく教えていただきたいと思います、はい、先生今日はありがとうございました今日ありがとうございました Studio